5日、日本時間31日、メジャー史上初の43本塁打、43盗塁を達成した。大リーグは昨年、大幅なルール変更があり、以前より盗塁がしやすくなった。投球間隔が制限されたのに加え、投手が3度、牽制してもアウトにできなければ、走者に進塁が許される。 ベースが約3 8ンチ四方から約4 6ンチに拡大したことで、ベースの端から端までの距離もわずかに縮まった。写真、大谷翔平8月の活躍、デコピンの始球式に笑顔の大谷も。その結果、昨季は2022年に1人もいなかった50投類以上を3選手が記録。特にヤクーニャ、ブレイブスは。 41本塁打73盗塁をマークし17年ぶりに40から40クラブ入りした。大谷以外にも総力を武器とする選手が盗塁数を伸ばす傾向にある。